こんにちは、サリです。よ。今回は、川端康成の解説第2弾をお送りするぜ。前回の動画は、概要欄からご覧ください。この動画では、伊豆の踊り子から、雪国までを解説するぜ。川端が若手作家として人気を獲得する時期だね。当初の予定より長い、5部構成になってしまったぜ。それだけ先人の作家研究が、詳細ということだね。そうだな。この動画は、作品の分析以外は、その研究成果を組み合わせてるだけだからな。いかに川端が愛され、また重要視されているかがわかるね。おう、そうだな。ということで、それでは早速、スタートです。同人誌、文芸時代で華々しい活動を開始した新感覚派だったが、すべてが順風満帆ではなかった。同人の一人コントーコーは、他のメンバーと違い一行、東大のエリートではなかった。それも含め、菊池が婚を認めず、二人は論争する。やがて婚は文芸時代を脱退。川端は東京でのいざこざから逃げるように、伊豆の湯ヶ島で生活する。また、この年秀子と出会う。以後、結婚し、終生を共にする。この頃の川端の仕事は、後に手のひらの小説としてまとめられる、とても短い作品を書くことや、文芸事業を行うことだった。初めて伊豆に旅行した時の楽しさが忘れられなくて、自然豊かなこの時を気に入ったようね。そうだな。そして好きな場所に住んで仕事ができるという自由さが、羨ましいというか、憧れるな。1926年、伊豆の踊り子を文芸時代に発表。今日まで川端の代表作となるが、発表当時はそれほど評判にならなかったぜ。この小説は、一高生の私が、旅をしながら行く先々で芸を披露する踊り子一行と、伊豆で出会い、共に旅をするというストーリーだな。エリートと旅芸人の間では、経済的にも身分的にも、大きな階級の差がある。彼女たちと仲良くなり、本当にいい人ね。いい人はいいねと踊り子が言うのを聞いた私は、孤児根性で歪んでいたと反省を重ねていたから、ありがたいと感じる。私と踊り子は、淡い恋心を感じているが、やがて必然的に別れが訪れる。作品内容としては、やはり理論より感情によったものだね。つまり文学作品を通して社会的なメッセージを伝えるというより、人間たちの感情のひだを描いた、叙情的な作品だね。おう、そして川端は、根本的に叙情的な作家であると思うぜ。これは横光利一と比較した場合に顕著になるな。横光に比較し川端が現在でも読まれ続けるのは、この叙情に人間の普遍性があり、時代が変わっても変わらないからだろうと思うぜ。もっとも、川端がどこまで後世に残そうと考えていたかは、彼の残した文章に当たってみない限りわからないがな。ちなみに、俺の好きな場面は、踊り子と五目並べをするところだな。彼女は不思議に強かった。重役。五目では大抵の人に勝つ私が力いっぱいだった。わざと甘い石を打ってやらなくともいいのが気持ちよかった。二人きりだから、初めのうち彼女は遠くの方から手を伸ばして石を下ろしていたが、だんだん我を忘れて一心に五番の上を追いかぶさってきた。さて、この年は、狂った一ページという映画制作にも参加。6月、初めての単行本となる感情装飾を出版。小編小説を収録した作品集だ。1927年、レモンで有名な梶井元次郎が、結核の療養に湯ヶ島を訪ねてくる。梶井の作品にも、湯ヶ島でのことが書かれているね。そうだな。二人は合したりして遊びながら。梶井は単行本化を進めていた伊豆の踊り子の構成を手伝う。また、この頃には他にも作家たちが湯ヶ島に集まってくるぜ。梶井の所属していた同人誌青空の淀野雄三や三好達治、日夏幸之助、林房夫、尾崎四郎の千代夫妻、萩原朔太郎、などだな。三好と朔太郎は日本近代の代表的な詩人、日夏はポーの翻訳者として有名だね。夏、横光利一が結婚。川端も式に出席するため、上京。そのまま東京で暮らすことになる。この辺りのエピソードとしては、泥棒に入られたというのがあるな。川端夫婦の家に梶井元次郎が泊まっていた深夜のこと。川端が寝ていると足音がしたので、てっきり梶井がトイレに行くのだと思ってると、足音が近づいてくる。川端がビビりながら目を開けたら、泥棒で、やっぱりダメですか?と聞いた後、逃げていったらしい。へえ、何事もなくてよかったね。1929年、上野に引っ越す。浅草に入り浸り始め、榎本健一の始めたレビュー、カジノフォーリーの常連になる。カジノフォーリー?軽演劇の劇団のことで、踊り子たちが舞台の上でダンスなどを披露する。途中、衣装を脱いだりすることもあって、人気があった。
いや、人気があったというよりは、川端が小説に書いて人気にしたと言った方が正しいな。昭和初期の関東大震災後の浅草を象徴するものだな。当時の浅草の様子を司祭に観察し、小説に仕上げた浅草紅団を発表。この作品は現在ではあまり読まれていないが、当時は新聞連載だったこともあり。よく読まれ、川端は人気作家となった。時事的な作品は同時代には支持されるけど、時代の変遷とともに忘れ去られる特色があるね。まさにその典型ということだな。現在の純文学、例えば推し、もゆが、どれだけ今後も普遍性を持つか、気になるものだぜ。レディバードって、偉人は言うでしょう。これもある朝公園で由美子の言葉だ。レディバード？テントウムシのことよ。女の鳥ですって、死な名は紅の娘。女もお天道様の下で、朝化粧するようになっちゃ、もうちょいと浮かべないわね。植え込みの囲いの鎖に腰をかけて、若い女が二人コンパクトで、朝化粧しているのだ。帯の後ろがシワになり、夜の土がついている。夜の土なんて表現に、俺はいちいち感心してしまうな。この作品はヒロイン由美子に案内されるような形で進行する。由美子は断髪で、男の子のような見た目をしていて、魅力的だ。またこの頃から犬を大量に飼い始めるぜ。幾分、病的だとも思うな。1931年、モダニズムの強い影響を受けた推奨幻想を発表。ジョイスやプルーストの影響下に、新しい日本語表現を模索するぜ。しかし、この頃の作品は実験性が強く、成功しているとは言い難いな。カジノフォーリーの梅園優子を引き取り、自らの金で育てることになる。川端って富豪だね。マスコミの寵児だからな。その名声を聞きつけ、かつての恋人、伊藤初代が子供を連れて訪ねてくる。初代は自分の娘を養子にしてほしいと頼むが、川端は断る。力関係が完全に逆転しているね。川端には秀子がいるからな。1933年、犬だけではなく、小鳥なども飼い始める。そのことをモチーフに金獣を発表。複雑な構成を持った作品で、動物に入り込み、遠心癖を漂わせた主人公を描く。菊頂などの小鳥の描写が、正確で高度だよね。近くの踊りの下りは、やはりカジノフォーリーの影響が色濃いな。また、この年、現在まで続く文芸誌、文学界が創刊される。林房夫、小林秀夫が中心となり、先輩の宇野浩二などにも協力してもらい立ち上げた。川端も同人メンバーに入っている。すごい。いろんなところの歴史に絡んできているね。川端が日本近代文学史上重要なのは、作品の質の高さや構成への影響力だけでなく、文壇においての活動の歴史も指しているということだ。また友人の画家古賀春江の死去に触発され、エッセイ末後の目を描く。数年前に実施、若者に大きな衝撃を与えた芥川雄之介についても同時に語られる。この末後の目は、自身の晩年の講演でも引用されることになるね。1934年、初めて新潟越後湯沢を旅する。そしてこの時の体験と、もう一度冬に訪れた体験を合わせ、代表作雪国が生まれるぜ。雪国は、3分でわかるシリーズで紹介しているね。正直、3分で説明できるはずもない奥行きを持った傑作なんだがな。この作品に関してはすでに詳細な解説がいろんな人の YouTube でも上がってるし、結局読めばわかるし読まなければわからない凄さだからな。ただ、かつて近所の際に編集者として原稿を依頼し、後に小説家となった神林暁の言葉を引用したいぜ。この説明が、的を得ているからな。雪に埋もれた信号所に汽車が止まって、汽車の中の娘が、窓の外を通る駅長と言葉を交わすので、僕の感は極まった。僕たちは文学の修行をしている。僕たちが文学の修行をしているのは、こんな美しい情景を探り当てるためだ。僕個人で言えば、新しいとかたくましいとか社会的だとか現実的だとか深刻だとか、その他あらゆる文学賛辞を頂戴することがあろうよりも、このような美しい情景を一つでも多く探り当てることができれば、文学に志した念願たれりだ。いいこと言うね。そしてこれが、その冒頭部分だな。娘は窓いっぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、駅長さん、駅長さん。明かりを下げてゆっくり雪を踏んできた男は、襟巻きで鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた。もうそんな寒さかと島村は外を眺めると、鉄道の感謝らしいバラックが山裾に寒々と散らばっているだけで、雪の色はそこまでいかぬうちに闇に飲まれていた。駅長さん、私です。ご機嫌よろしゅうございます。ああ、陽子さんじゃないか。お帰りかい。また寒くなったよ。また、この年、ハンセン病患者として施設に入所していた北条民夫から手紙が届く。
川端は後に、北条の私小説命の書屋の出版に尽力するぜ。1935年、この年は日本近代文学史においても重要な年だ。前年に直木三十五が亡くなったことを受け、菊池寛が芥川賞直木賞を開始する。川端は第1回から芥川賞の選考委員に就任。当時36歳だから、現在においても最年少だ。ちなみにこれが、主な芥川賞選考委員の就任時の年齢だな。三島や大江も若いけど、第1回からいたメンバーが特に若いね。またこの年は、横光が純粋小説論という評論を発表した年でもある。これは、大衆小説の優勢により、純文学の危機が叫ばれていることについての議論だな。つまり、このチャンネルで出している日本文学は終わってるなの議論は、戦前からなされてたということなんだ。まずはここから話を始める必要があったというわけだな。もし文芸復興というべきことがあるものなら、純文学にして通俗小説、このこと以外に、文芸復興は絶対にありえない、と今も私は思っている。私がこのように書けば、文学について連達の人であるなら、もうこの上私の何事の不可なくとも、直ちに通じるはずの言葉である。ここで言われる通俗小説の定義は、あるキャラとあるキャラがばったり出くわすなどの偶然性のことである。作者の都合によって組み立てられたもので、ドストエフスキーの罪と罰などもこれに当てはまる。なるほど。優れた作品には、これまでの表現や主題などの純文学の要素と、ストーリー性に重きを置く通俗小説の要素と、両方が必要不可欠というわけね。もっとも、川端は表現と主題を追求していくことになるがな。また1935年は、後にやはり作品の質においても、文壇内外の行動においても、現代日本文学の中心人物として長く君臨する、大江健三郎の生誕の年であることも、重要なポイントだと俺は思うぜ。この後川端はまた越後湯沢に通い、文芸誌で冒頭だけ発表した雪国の続きを書き継ぐ。ということで、今回はここまでだな。次回は、囲碁の観戦記名人から、太平洋戦争の時代になりそうだね。おう、そちらの動画もよろしく頼むぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。それでは、とべこりー。